ソコロフは若い頃ダンウォールの天才と呼ばれていた。彼の発明は街を一変させた。工場で使う電気、車とそれを使ったレース。私は音と光を発する彼の道具に守られながら成長した。彼の話は面白いものばかりで、その突飛な話は貴族だけでなくお堅い監督官をも驚かせていた。それから長い時を経て、今ではキリンジンドッシュがカルナカの天才と呼ばれている。狂気の発明家で、公爵に人間のような動きをする機会を与えた。気候兵、戦闘と殺人のための人形。ソコロフを見つけて無事に救出せねばならない。一人の天才を助け、もう一人の天才を捕らえる気候兵の軍団が作られる前に。彼らはティビアで何と言ってる？見てみろ。出発前にハイペシアと話した方がいい。彼女は部屋にいる。夢がいしばらくはね。来てくれ。アダマイアから離れる必要がある。少し一緒にいて。ハイペシア先生、何か覚えていることは？アントン・ソコロフを見つけないと、彼が公爵の計画を明らかにするための鍵になるかもしれない。記憶がバラバラでつながらないのよ。公爵は大発明家キリン・ジンドッシュと親しかった。でも彼には残酷なところもあった。ソコロフを尊敬しているけど嫌っているようにも見えた。私たちはアラミス・スティルトンの屋敷に行った。私は彼が好きだった。でも何かが起こった。ごめんなさい、断片しか覚えてないのよ。しばらく休んだ方がいい。少しはマシになるかも。だといいけど。あなたがしてくれたことを完全には理解していないかもしれない。でもアダマイアではあなたに助けられたわ。ありがとう。ミーガンはデッキにいるはず。友人が船を沈めないことを願おう。いいか？いいわ。分かった、始めよう。ジンドッシュは公爵の取り巻きの中で重要な存在。最上級衛兵が屋敷を警備している。正体がバレたら町全体が大騒ぎになるぞ。そんなことさせない。光の壁が駅への軌道を妨害しているというのは事実？その通り。でも近くに闇取引の店があって隠れて商売をしている。リワイアツールを使ったことは？使い方は教わった。分かった。光の壁を通り抜けたら機動車に乗ってジンドッシュの家に向かうんだ。あの屋敷が恐れられているのには理由がある。任せて。あのイカれた男と気候兵には気をつけろ。そしてソコロフを救出してほしい。ジンドッシュの屋敷が見える。
これじゃ通れない。門を開く必要がある。屋敷は奇妙だけど美しい。よし、人道衆は排除してアントン・ソコロフを探さなきゃ。誰がこんなものを、何のために。人道衆、一般的な頭脳の持ち主がこの可能式の部屋をどう乗り越えていくのかということに非常に興味がある。私がキリン人道衆だ。もちろん言わなくても知っているだろう。知っているか、この島でも。キリン人道衆よ、そものよ、ついに私を見つけたな。知っているか、この島で最も洗練されたこの研究所に足を踏み入れたのは君が二人目だ。死ぬ時に何も壊さないようにしてくれよ。聞こえ、侵入者を始末しろ。まさか、エミリー・カルドウィン。アントン、力を蓄えておくんだ。あなたを助けに来た。人道士はお前が考えてる以上の野心家で、気候兵の軍隊を作ろうとしている。そうなったら終わりだ。ああ、私も人道士のところに行くところだわ。準備完了。レイアウトに適応中。評価室を再構築。準備完了。
気色は作動するはず。やめろ、やめろ。自分が何をやっているのか分かってるのか。一般の発見状態だ。この機械は何かを発見した。こんなことになって残念だわ、人道主。やったな。状態は？弱っていて傷を負っている。でも大丈夫よ。本当に成功するとはな。話したいこともあるだろうが、船に戻ってからにしよう。さあ行こう。